めぐるくん。めぐるくん、大丈夫？気をつけて。まだ犯人その辺に。大丈夫？よかった。助かったよ。ありがとう。でも、どうしてあそこへ？怪しい人影？そう。でも残念ながら顔ははっきりとは見えなかった。で、こっそり後を追ってみたら寮の外に出て行ったのよ。それで、立花さんはすぐにそいつの後を追ったの？その時、こりゃ何かあるなとは思ったんだけど、さすがにちょっと怖かったから、とりあえずめぐるくんに応援を頼みに行ったわけ。でも僕は部屋にいなかった。そう、それでいよいよヤバい気がしてきて、めぐるくんがどこかで狙われてるんじゃないかって。そう思って慌てて怪しい人影を追って寮を出たのよ。そして倒れている僕を発見したってわけか。その時犯人らしき人物は見た？見てない。めぐるくんが倒れてるだけだった。あの後大変だったんだから、寮の前まで引きずってくるのは。相変わらず無茶をするな。寮を出る前に助けを呼ぼうとか考えなかったの？慌ててたんだってば。一応この部屋にしまってあったバットで武装してたしね。なんだそりゃ。それを言うならめぐるくんだってこんな夜中に一体どこへ行ってたのよ。しないわよ。さっき立花さんもトイレに行こうとしてたって言ったろ？
そういうのに偶然出くわしたらどう説明するんだよ。さっき言ったように説明すりゃいいじゃない。そんなこと言って、もしそれが立花さんだったら、そんなの全然耳を貸さずにまた痴漢とか言って僕を脅すネタにするだろう。なんだか元気がないね。めぐるくん、捜査やめましょ。え？私ね、なんだかんだ言って自分たちだけは大丈夫なんて全く根拠もないことを信じていたように思う。何回もやめようって言ってたのに、私が無理やり引っ張っちゃったのよね。立花さん、私何も考えてなかった。自分でも分かってるんだけど、ダメだな。要するにね、そういうことなの。事件から手を引こうって、誠に遺憾ながらってやつなのよ。橘さん、勝手だよ。そんな勝手に。そうよ、勝手なのよ。いや、だから捜査をやめるべきなのよ。立花さんらしくないよ。私らしくない。めぐる君から見た私ってどうなの？それは。
真面目かな。真面目？うん、橘さんってなんだか一直線っていうか、そういうのって真面目って言うんじゃないのかな。真面目か。そう、だから一度やろうって決めたことは貫くと思うんだ、最後までね。さんか。いいの？いいのよ。ナオトさんって誰？え？いや、なんとなく気になる？した理由じゃないよ。聞いても面白くないだろうし。いいから教えてよ。逃げてきたんだよ。逃げてきたって何から？自分を取り巻く全てから。